で今こう両足生きてんのに生きてんのに、まあ、脇すくってくるっていうのは現実はありえないわけね。だいたい俺の右足をまた手で握ったりして床にくっつけて落として正座したりとかまたいだら脇すくって首すくさっきみたいに首すくってこうすれば安全にやっつけれる。まずはここでどうしようかな。でこう相手がまた足またいだから攻めていきたい。だけど俺が一応ここでちょっと止めたいよと。でここでさ例えば膝止めて抜いて膝止めてちょっと押すやっぱ体を少しでも反らして体をちょっと少しでも反らした方が足出るんだよね。当たり前だけど、エビしたら出ないからね。もう体反ろう。これ取ればほら、もうできちゃうじゃん。こう、足またがれた。で、脇すくって。で、ここで、べっちゃん潰されたらもうさすがに足回んないからダメよ。で、ここでフレーム作って、一応全身は止め。で、俺の場合体すごい硬いんで、出ないんだね。だけどで出すとしたら膝止めてちょっとここ押したらなんか出るんで柔らかい人は、まあ、例えばだけど背中に足乗せてこれでも出ると思うよ。でまあこうじゃあもっと柔らかいと三角とかもいけちゃうんだけどまあいいや。膝を押して右手使って右足を出せばここからチョップダウンすれば思いけるね。でちょっとしたら相手が攻めてきたよ。相手をしっかり止めて左足背中乗っけてこういう腰浮かしたここでぶら下がった腰浮かしたでこれで右足抜けばほらこれでも重いけるね。分かります。止めて、右手を押してちょっと隙間作って右足が出ればここでチョップダウンしてチョップダウンって言うんだけど重いもしくは体柔らかい人は乗っけて腰浮かす右足でぶら下がるそしたら腰動いたのかこれで足抜いてそのまままた重いに行ってもいやすごい柔らかい人だったら止めて足乗っけて腰浮かして三角もいけちゃうね。これはやんないけどね、まあ、ちょっとやってあ見たい大丈夫かな。あちょっといやここで止めて、まあ、2シールドしててもいいけど、ずっと2シールドしてると、取れない。取るときは足出すけど。で、よいしょ、膝をして、俺、膝をしたら結構出るんで、これが右足が腰に当たれば、あとは十分、相手から離れて、チョップダウンするね。で、まあ、置き換えてもらって、よいしょ、止めといて、ちょっとくっついて。左足かけて腰を浮かす、ね、左足でそしたらほら右足に抜けるのこれでちょっと向き合ってもらって見えるかな。よしよし、ここで止めてこれで浮かしちゃう。浮かせばほら出るね。ここでちょっともしくはすごい体のまあオモプラットと三角はもうお友達なんでこういうことをしてもいい。Thank you.